はい、インディーブフィルムのドゥです、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、冬気持ちよく滑るために夏の間にこれをやっていけ5選を、紹介していきたいと思います。これやっとくと上手くなれるとかっていうのは多分ちょっとあんまりわからないというかね、あんま詳しくないんで、オフトレしろとかそういうことはあんまり今日は言わないです。どちらかというと冬にこうより気持ちよくスノーボードができるとか、こう快適にスノーボードできるとか、シーズン通してこう楽しめるっていうようなことを紹介していけたらと思ってますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、ということでね、早速一つ目いきたいと思います。一つ目、欲しいギアは夏に買えっていうことで、スノーボードね、長くやられてる方やったら皆さんご存知とは思うんですけど、最近ねこう始めた方だったりとかだと、冬近づいて秋から冬にかけて買うとか探し出すよっていう方々も多いとは思うんですけど、ね、正直ね一番お買い得なのは夏ですね。もうちょっとねこうすごいやり込んでくると、毎年冬の2月とかには各メーカーの来季のモデルっていうのを予約締め切っちゃうんで、本当に欲しい道具がある人はもう2月とか3月とかには予約して、で秋に商品届くの待ってるぐらいの感じの場合もあるんですけど、まあ、そこまでこう道具にこだわりがなかったりとか、まあ、少しでもこう安く抑えたいとか、道具にかける量産がそんなにないよっていう方とかであれば、夏の間にどんどん買い揃えていくっていうのがおすすめです。まあ、っていうのが、まず第一にまだこの時期だと、まあ、ショップの方でこのどのメーカーのどの商品が何個ぐらい入ってくるみたいなのはある程度こう決まってるんですけど、まあ、その中からであれば早期予約みたいな感じで割引が効きます。なんで来期の新しい板だったりバインディングブーツだったりとかっていうのを使いたいっていう人でも、まあ、この時期にあのお店の方に行ってお店の店員さんとかに相談すると、まあ、早期予約みたいな感じで、多少こう割引で買うことができると。あともう一個が、まだ去年の型落ちのモデルが残ってたりとかするのもこの時期なんですよね。スノーボードってね、そこまでこう技術的に毎年毎年革新的なことが起こるかっていうと、そうでもなくて、微妙にこう板がアップグレードされていくとか、板によったらもう去年とグラフィックが変わるだけで基本的な構造は一緒ですよみたいなものとかもあるので、やっぱ去年のモデルの方が圧倒的に安いです。まあお店にもよると思うんですけど、去年のモデルでいいの残ってれば 30% から 50% オフとか、だから板ってやっぱり高いじゃないですか。10万円からまあ安くても6万円とかぐらいはするんですかね。まあ、それの 30% から 50% オフっていうと結構でっかい2万3万4万とかなってくるんで、もしそれを自分がね求めてるスペックだったりとか欲しいなと思えるものがその型落ちの中から見つかれば相当お買い得に買えると思います。でこれが10月11月になってくるとどうなってくるかっていうと、まあ、みんなお店の方に行って、まあ、そういう型落ちの存在だったりとか、まあ、新商品が入荷してくるとかそういうのもあると思うんですけど、やっぱりこう板とかブーツとか買うようになってきます。なんでそうなってくると、まあ、型落ちも自然とどんどんなくなっていって選べる範囲っていうのが減っていくんで、今のうちにねお店の方に行ってもらっていろいろ自分の欲しいと思えるものだったりとか自分に合うようなギアを選んでいってもらうっていうのがおすすめかなと思ってます。ということが1つ目、欲しいギアは夏に買っとけっていうことで、はい、次ですね、2つ目がですね、板をチューニングに出せっていうのが2つ目です。例えば1年その前のシーズン2年とかで使ってた板で気に入ってて、でまあちょっとこう傷いっちゃったりとかするじゃないですか、やっぱシーズン通し滑ってるととか、あとエッジがちょっとガサガサしてきたなとかってあると思うんですけど、まあそういうのでなんかそろそろまあ綺麗な板の方がテンション上がるし買い替えようかなみたいな思うことってあると思うんですけど、まあそういうのをこの夏の間にお店へ持ってってあのチューニングお願いすると、もうほぼ新品みたいなソールになって帰ってくるんで、あのすごいおすすめです。で僕の場合だとそのチューニング出すときにもう毎年ですけどストラクチャーまで入れてもらって、まあ、ストラクチャーっていうのがソールのところに目で見えないぐらいのこう細かい傷というか溝というかっていうのを入れることで、まあ、ソールの滑走性能を上げるっていう
ものなんですけど、まあ、基本的に僕は毎年どの一旦もほとんど入れてます。でまあそれをしとくと前のねシーズンにワンシーズンねワックスとかしてても板の中には汚れっていうのが溜まってるんで、そういう汚れも一緒にチューニング出すことで綺麗にしてもらえますし、でさらに板の滑走性能も上げて次のシーズンね一発目から気持ちよく滑れるっていうところがあるので、これはねかなり滑りに直結するっていうところなので必ず僕はした方がいいかなと思っているところですね。でまああとさっきのね道具を夏に買っとくっていう話にもつながるんですけど、板はねこうやってチューニングに出して来年も乗れるように準備してっていうところでこう1年でも長くね使っていくっていうことで、まあ例えばあなんかもう1本板買おうかなと思った時にもうメインの板が1本しかなくて、でそれをもうちょっと買い替えようかなってなっちゃうとメインの板をまた1本買い替えるだけなんで板の本数って増えないですよね。でそこをチューニング出すことで来年もメインの板乗れるってなれば、例えばですけどボーナスを見てたからあの板もう1本買いたいなみたいな時にメインの板来年も乗るつもりやったし、気になってたパウダーボードとか買ってみようかなっていう気にもなるっていうところもあるんで、まあそうやってねあの乗れるものは、まあ、チューニング出したりとか、まあ、プロの手も借りながら、長く乗って、でさらにこう道具を増やしていくことでスノーボードの遊び方の幅を広げていくっていうのも僕はこう長く続けていく上ですごいいいかなと思うんで、おすすめしてます。はい。でね大体秋になってくるとやっぱ混んできて、僕毎年忘れてて11月とかに持ってったりとかするんですけど、普通だとね大体2週間ぐらいで上がってくるんですけど、秋口とか、まあ、冬のもう入る雪降るか降らへんかぐらいのタイミングになってくるとやっぱりみんな持ってくるんで1ヶ月ぐらいかかっちゃったりとかします。で経験あるんですけど12月あるじゃないですか、急にドカッと降ってあもういきなりシーズン全開やみたいな時あると思うんですけど、そういう時に間に合わなくなるんで、まあ、あのおすすめとしてはもう今の時期に出しておいて、まあ今であればねまあ2週間でも上がってきますし、仮に1ヶ月かかったとしてもまだまだ雪は降らないんで、しっかり準備してシーズンに備えれるっていうところもあるので、今のうちにチューニングに出しておきましょう。はい。まあ今のね板のチューンアップにね準ずるところではあるんですけど、おすすめはウェアのクリーニングですね。僕もね去年までは出してなかったんですけど、去年ね、福永クリーニングさんっていうね、京都にクリーニングのお店があって、お願いしてみました。そのクリーニングやってくれる福永さんもすごいあのがっちりスノーボードやられる方っていうところだったんで、すごいあの信頼してやってもらえそうだなと思ったんで、お願いして、クリーニングしてもらったんですけど、やっぱりねクリーニング出すとめちゃくちゃ良くなるんですね。あのやっぱりウェアってねさっきも言ったとも一緒なんですけど、汚れると良くないんですよ。やっぱ汚れるとあのそもそもの撥水性能とか、ウェアが持ってた性能っていうかすごい落ちてしまうんで、最初ね快適やったけどちょっとだんだんへたってきたなとかっていうところがねあの買い替えるポイントになってくると思うんですけど、一回ねウェアクリーニング出すとかなり復活します。僕去年着てたゴアテックスのウェアももう3シーズン目か4シーズン目やったんですけど、ここで映像もねちょっと YouTube 上げさせてもらったんですけど、今年パウダーめっちゃ当たって3月の頭ぐらいまで毎週毎週パウダー滑れてたんですけど、まあ、そんな状況でもあのめちゃくちゃ快適に過ごせたんですごいおすすめです。で結構ねどこのクリーニングさんもまずスノーボードウェアのクリーニングとかやってたりとかするのと、スノーボードのお店によったらウェアのクリーニング受け付けたりとかもするので、あの一度相談してみるといいかなと思います。ということで、3つ目はウェアのクリーニング出しとこうということでした。4つ目ですね。4つ目は、スノーボードの映像をたくさん見ておこうということです。これは結構実際の滑りにも影響するところかなと思うんですけど、昔はね 今みたいに YouTube もなかったんで、スノーボードの DVD 買ってきたりとか、トランスワールドの雑誌の付録とかで DVD ついてて、でそれをもう何回も何回も見たりとかっていうのをしてやってました。あの僕は How to 見ろとかって気全くないんですよ。単純に映像、いろんな映像を見とくと、こういうシチュエーションでこういうことやってるなとか、あ、こういう地形があったらこういう流れで滑るんだとか、
アイディアのストックを増やしとくっていう感じですね、っていうのをこう夏の間にやっておくといいかなと思います。まあ、僕は思う上手い人って同じ地形見せられてもみんながやってるのとちょっと違うやり方で追ってみんな言わせれるっていうのが僕は上手い人かなと思ってるんで、あの夏の間にねやっぱ映像をたくさん見て、自分のねアイディアの幅を広げておくと、まあ、よりねスノーボードを実際に冬に、やるときにより気持ちいいラインで滑れたりとか、こうみんなを上げれる滑りができたりとかってすると思うんで、まあ、そういう意味でね普段見ないような映像とか見るのもありだと思いますし、まあ、最近やともう YouTube ですよね、あの映像を見れたりとかインスタとかでもかっこいいの上げてる人いっぱいいるんで、まあそういうのね見ながら来年のねシーズンより気持ちよくねよりかっこよく滑れるように備えていくっていうのがいいかなと思ってます。ということでですね、夏の間にスノーボードの映像をたくさん見とけっていうのが4つ目でした。はい、ということで、5つ目とにかく体を動かしておくっていうことです。なんか基本に変える感じではあるんですけど、正直ね、まあオフトレみたいなのを勧めてる人もたくさんいて、もちろんあのそれできたら僕は一番いいなとは思うんですけど、まあ、ね、なかなか難しい場合もあるじゃないですか。まあ、最近やとねまだキングスとか大阪とかあの名古屋とかね、あの都市部に近いところでもスノボの練習ができる施設が整ったんであれですけど、まあそれでもオフトレはオフトレの楽しさがあるとは思いながらも、まあ、僕もそうなんですけど、夏は夏で楽しみたいっていうスタイルの人もいると思うんで、というところで、まあ、僕がお勧めしたいのはとにかくもう何でもいいから体を動かしとくってことですね。やっぱ冬はそれなりにやっぱスノーボード行って1日丸1日こう滑ってテストしてるとやっぱ体にある程度負荷もかかるんで、結構動けてる体になってるんですけど、やっぱそれがまた逆に半年間何にもしないってなっちゃうと、あの相当なまります。僕も、まあ、いろんな事情で体を動かせてるオフシーズンと体全然動かせなかったオフシーズンといろいろあるんですけど、もう動かしてないオフシーズンの次のスノーボードシーズンはもうマジで全然滑れないというか、もう体が重いという動かないみたいな感じになっちゃうんで、まあ、ただそれが例えばですけど、まあ、バスケやるの好きっていう人であればバスケットボールでもいいし、フットサル友達でやってるとかやったらフットサルでもいいと思うし、あの自転車漕ぐのが好きとかって言ったら自転車でもいいと思うんで、もう本当に何でもいいんで体を動かしてちゃんと自分の思ったように体が動くみたいな状態にだけできてればスノーボードってね楽しめるかなと僕は思ってるんで、またそれこそスノーボードで大会出たりとかする人はもっと何かトレーニングしたりとか、それこそジャンプの練習したりとかあると思うんですけど、僕たちみたいにスノーボード行って気持ちよく体が滑りたいとか、楽しくゲレンデ流したいとか、バックカントリー行って気持ちいいとこ滑りたいとかっていうことする人からすると、まあ、そこまでがっちり体作り込まなくてもいいかなとは思うんですけど、ただまあやっぱりいざという時にちゃんと体が動くというか、あそこ攻めたいなと思った時にちゃんと行けるっていう準備はしといた方が、あの圧倒的に冬楽しくなるんで、月 1,2 回ぐらいは何か体をちゃんと動かして準備というかね、まあ、それこそねその季節を楽しめばいいと思うんですよ。僕やったら釣りのポイントまで自転車、車降りてから漕いでとか、まあ、僕だとスケートボードオーリーしたりとか、そのパーク寄りな感じじゃなくて、ただこうちょっとダウンヒル的に楽しむみたいな感じですけど、まあそういうのやってちょっと横乗りの感覚忘れないようにするとか、まあ、あと子供と公園行ってめっちゃ走るとかやってるんですけど、まあそんな感じでいいかなと思ってます。ちゃんと動きたい時に動けるように動かしておくというようなことがすごいね、大事かなと思うので、そのシーズンシーズンでね皆さん好きなことあると思うんですけど、まあその時にちゃんとしっかり体を動かして、冬に備えていくと、まあ、よりねこういいシーズンが送れるかなと思いますんで、5つ目は体を動かしておくっていうことでした。はい、ということで、今日は5つですね、スノーボーダーが夏の間にやっておくべきこと5選ということで、ご紹介させていただきました。まあ今日紹介させてもらったのはこれやっとけばすごく上手くなれるよとかそういうわけじゃないんですけど、スノーボードをね気持ちよく楽しむためにすごい大事なことかなと僕は思ってるんで、ぜひね参考にしていただいて、次のねシーズンまた雪たくさん降るのかどうなのかまだまだ分かりませんが、皆さんのねスノーシーズンがより楽しくてよりいいものになればなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな感じでまた、スノーボードのね
に関するこう情報発信みたいなことも引き続きやっていけたらなと思ってますんで、この動画がねいいと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで、まだまだ暑い夏は続きますが、まあ夏は夏でね楽しんでやっていきましょう。ではまた。